皆さんこんにちは。 MACF の牧師関根和夫です。お元気ですか？しばらく頭の中にこう浮かんでくるままに10分間ぐらいのメッセージを語らせていただこうと考えました。少し、特別な準備をしているということでもなく、何かものを書いてそれを読むという形でもなくて、心の中にふと思い浮かんだ事柄を土台に話をしてみようと思っています。第1回目は旧約聖書の創世記の言葉なんですけれども、創世記の1章の中に、一番最初にですね、天と地を作られたという記事が出てるんですけれども、ちょっと読んでみましょうね。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。それでこういう、流れでですね、夕べがあり、朝があった。第五の日である。とか、夕べであり朝があった第六の日であるとか、そういうふうにこう続いていくんですよね。で、こう夕べがあり朝があったという表現の中に、私は何とも言えないこう希望を感じるんですよね。私たちの日常は朝起きて、そして昼間精一杯働いて、疲れ果てて夕方戻ってきて、そして夜寝る。おお、一日が終わったという感覚の日々が続いてはいないでしょうか。つまり朝があって夜があった、一日が終わった。でもそれだと明日があるかどうかちょっと分かんない感じしません？なんとなく明日につながらないような感じってないですか？朝が来て、目が開けて、ちょっとぼーっとして、ある人は二日酔いのままとか、ある人は昨日の疲れが溜まったままとか、そしてとにかく水くろいをして会社に行って、またフラフラになって帰ってきて、うわ疲れたと言って休んで一日が終わる。その連続、もちろん厳密にはそういう人生ですよね、私たちの人生ってね。でも聖書はわざわざ、これヘブル民族の一つの伝統的な発想だとは思いますけれども、あえて夕べがあり朝があったという言い方をしているというのは大変興味深いですね。夕べがあり朝がある、つまりね、朝が来るんですよね。夕べもあるんです、夜もあるんです、でも朝があるんですよね。朝が来て夜が来た、終わったっていうんじゃなくて、夕べがあり朝があり、そしてその一日が始まる、そっからの人生が始まる、そういう発想、そういう連続性、これはただ単に日常生活というだけではなくて、私たちのこの肉体の命が終わった後もまた夕があり朝があったという流れの中に続いていくのだと考えることはできないでしょうか。そう、確かに疲れがあるし、そう、確かに闇はあるし、そう、確かに夜は来ます。でも、夜は休むためであって、次の日のための大事な大事な休みの時間だ。ということなんですよね。夕があり朝があった、夕があり朝があった、朝が来て完結するような、希望で完結するような、そんな一日一日が、約束されている、そういう発想の中で生きていけたら、随分気持ちが楽にならないでしょうかね。夕があり朝があった、朝が来るのだという、なんていうか、自信というのとも違うんでしょうけれども、朝が来るのだ
という感覚で夜休むことができる。疲れを覚えながらも朝がきっと来て、また朝から始まる素晴らしい明日があるということを思い描きながら生きていくことができたら、そこには何か希望の連鎖と言いますかね。絶望の連鎖ではなくて、疲れの連鎖ではなくて、闇の連鎖ではなくて、明るい希望の連鎖というのがあるような気がします。夕べがあり、朝があった。この言葉ですね。夕べがあり、朝があった。もう一つ、創世記の一章の中で非常に特徴的なのは、そこで人間が作られるという描写があるんですけれども、人間が神様の形になぞらえて作られているというのがあって、まあ、神様と向き合うことができる存在として、神様の姿を映し出すことができる存在として作られているということがあるんですけども、その役割、人間の役割がここに示されていてね、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてのものを支配させようという言葉が出てきます。まあ、支配という言葉はちょっと気になりますけれども、まあ、わかりやすく言えば、神様の心でケアするということでしょうね。神様によって作られた命あるものを人間の役割としてはケアすることなのだと。命を大切にすることなのだ。という発想がここにはあります。これもまた、夕があり朝があったという流れの中で、私たちの役割は命あるものをケアしていく。もちろん人間同士もそうですし、他の命あるものもそうですけれども、それをケアしていくという、その役割が人間には与えられているんだなと。だから誰かを励ましたり、誰かを慰めたり、誰かに勇気を与えたり、希望を与えたりすることができたら、あなたは神様が願っている生き方ができているということになるのです。そして、この一章の最後のところに、こんな言葉が出てきます。これは一章の、30節、31節の言葉ですけど、こんな言葉です。神は、お作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第6の日である。とあるんです。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。最後に作られたのは人間ですね。そして人間に、その綺麗な美しい、そこを支配するというか、ケアするように依頼し、その役割を託し、そして出来上がったものをご覧になって、こう書かれている。見よ、それは極めてよかった。これは英語の聖書ですと、It was very good となってます。very good。ね、今まで、見よ、それは良かったという言葉が出てくるんですよ。ええ。それぞれ、神はそれを見て良しとされた。It was good なんですよ。ね、良しとされた。It was good。でも、人間が作られて、人間がその役割を託されて、そして神が作られた全てのものをご覧になったとき、それは very good だったと言うんですよね。だから人間に与えられている役割はとても大きいのです。Very good と神様が見てくださるような、そんな役割が人間には託されているということなんですね。せっかくですから、創世記の一章をゆっくり読んでみますね。初めに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見て良しとされた。神は光を闇と分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。神は言われた。光の中に大空あれ。水と水を分けよう。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第二の日である。
神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見て良しとされた。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見て良しとされた。夕べがあり、朝があった。第三の日である。神は言われた。天の大空に光るものがあって、昼を夜と分け、季節の印、日や年の印となれ、天の大空に光るものがあって、地を照らせ、そのようになった。神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれらを天の大空において地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けさせられた。神はこれを見て良しとされた。夕べがあり、朝があった。第四の日である。神は言われた。生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見て良しとされた。神はそれらのものを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ、夕べがあり、朝があった。第五の日である。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ、そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見て良しとされた。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と、種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。これらの言葉があなたの心にどう届くでしょう。祝福がありますように。一言祈ります。恵み深い天の父なる神様、御言葉を感謝します。希望をありがとうございます。あなたの御言葉をしっかり心の中に留めながら、ゆっくり考えながら、その言葉に励まされて今日一日歩むことができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。